伊吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。それではまずインスタグラムへの投稿写真から市内の日常をご紹介します。地蔵川に咲くバイカモのお写真を投稿いただきました。梅の花に似た白い小さな花が水面から顔を出してきたようです。それでは今週の伊吹山テレビのラインナップです。まずウィークリートピックスのコーナーです。プロ登山家を講師に招き、山を登ることを通して様々なことを学びました。6月1日大東中学校でプロ登山家を迎えた講演会が行われました。大東中学校では全学年が3年間を通して計画的に総合的な学習を行う大東アクティビティを今年度から始め、さまざまな取り組みを行っています。大東アクティビティの一環として行われたこの日の講演会では、プロ登山家として活躍している竹内博隆さんを講師に招き、1年生と3年生の生徒160人が講演を聞きました。そしたら竹内さんはエベレストをはじめとする世界の8000メートル峰14座すべてを登頂した国内唯一のプロ登山家で、この偉業を達成したのは世界でも30人ほどしかいません。竹内さんは登山を通じて目標に向かい、やり続けることの大切さや仲間の大切さなど自身の体験をもとに話していました。生徒たちは竹内さんの話に熱心に耳を傾け、目標を持って絶えず努力する大切さを学んだようです。竹内さんの仲間の登山家の方が命を大事に生きる努力をしなさいと言っていたのがすごく印象に残りました。私もそんな素敵な仲間に会えるように人との関係を大切にしていきたいなと思いました。竹内さんの14座という目標はとても高い目標だと今日知って、そのような高い目標を自分も設定して最後まで諦めずに貫き通していって、最終的には達成できるような努力をしていけたらいいなと思いました。命をかけてまで挑戦できる目標を持っている竹内さんが本当にすごいと思いました。境内に太鼓の迫力ある音色が響き渡りました。6月4日長岡の西福寺境内で蛍祭り音楽祭が開催されました。このイベントは例年この時期に開催されている天の川蛍祭りの一環として行われていましたが、新型コロナウイルスの影響で祭り自体は中止となり、音楽祭だけでも開催しようと天の川蛍太鼓保存会が開催したものです。音楽祭には湖北地域を中心に活動しているル・ココンのアンサンブルや、北海道にある天徳寺から招かれた山本大雲老師による中国民族楽器二胡の演奏のほか、地域の子どもたちによる太鼓演奏が披露されました。このうち長岡学園すみれ組の太鼓演奏では25人の園児たちが
日頃の練習の成果を発揮しようと、音楽に合わせた演奏が披露され、訪れた人たちは可愛らしい園児たちの演奏を楽しんでいる様子でした。イベントの最後を飾ったのは、地域の小学生と中学生で構成されている天の川蛍太鼓保存会のメンバー40人で、華麗なバチさばきと息の合った太鼓の演奏が披露されました。会場では太鼓の迫力ある音色が響き渡り、演奏が終わると大きな拍手が境内を包み込んでいました。外国語指導助手 ALT の退任式が行われました。6月3日外国語指導助手 ALT の退任式が市役所本庁舎で行われました。今回退任するのは、創陽中学校で英語を教えていたナディア・ロドリゲス・ラモスさんで、教育長から感謝状と記念品が授与されました。ナディアさんは日本語で、創陽中学校で働くことができたことは一生に一度の経験です。皆さんに日本での素晴らしい思い出を作ってもらい、こんなに素敵な米原での生活を体験できたことは絶対に忘れませんと話しました。平尾市長は、1年間でしたが、子どもたちはあなたからたくさんのことを吸収したと思います。ぜひ違う場所で経験を積んで、また日本に来ていただけたら嬉しく思いますと伝えました。子どもたちはたくさんのことを先生からあなたから吸収したと思います。最後に馬淵教育長は英語で、ナディア先生は生徒たちを輝かせるために一生懸命頑張ってこられました、今後の幸せと成功を心からお祈りしますと激励の言葉を述べました。中2の子たちは来年の、ナディア先生は母国のアメリカカリフォルニア州に帰国した後は、高校の教師になるためカリフォルニア大学の大学院で学ぶとのことです。姿勢ウォッチのコーナーです。市では出水期を前に災害対策本部運営訓練を行いました。5月30日出水期を前に、米原市役所では災害警戒本部、災害対策本部の設置、避難情報の発令の手順等について確認を行いました。今回の被害設定は、台風が接近し秋雨前線の影響により氾濫警戒と合わせて土砂災害の危険性を危惧、そのため先に大雨警報、暴風警報を発令し、明るいうちからの避難体制を確保、終盤には緊急安全確保の発令を想定した訓練を行いました。訓練では彦根地方気象台とウェブ会議サービスをつないで気象情報を共有したり、伊吹山テレビによる緊急生放送の発信方法などを確認。そのほか天の川長岡地崎や伊予地崎の状況についてドローンで空撮し、現場の状況を共有しました。本部長である平尾市長からは、市民の命をどう守り避難所へどう誘導するのかなどを常に考え、このような訓練を毎年繰り返してほしいと公表しました。
ワクチン接種ホットニュースのコーナーです。今週のホットニュースはこちらです。新型コロナワクチンの4回目接種が実施されることとなりました。4回目接種は重症化予防を目的とし、対象者を限定しての実施となります。対象となるのはご覧の方々です。対象となる人には6月10日金曜日以降、3回目接種を終えてから5ヶ月経過する時期に順次接種券を発送します。予約方法や日程等、詳しくは接種券に同封のチラシ、または広報米原6月号市公式ウェブサイトをご覧ください。また伊吹山テレビ6月17日号にて4回目接種についての番組を放送しますので、こちらもご確認ください。なお1、2回目接種および3回目接種については6月以降、接種医療機関や集団接種実施日程が少なくなっていますので、接種券が届いている方で3回目接種を希望される方は早めに予約をお取りください。滋賀県が実施する大規模接種会場においても3回目接種が実施されているほか、6月10日以降は4回目接種も実施されます。現在期間限定で予約なしでの接種も実施されていますので、ご活用ください。特集のコーナーです。畑の作物がたくさん実ってきましたね。せっかく実った野菜を収穫しようと思った矢先に被害に遭われた経験はありませんか？今回は獣害被害の中でも猿被害についてお伝えします。それでは VTR をどうぞ。皆さんこんにちは、町保全課の隅田です。市内には30頭から50頭ほどの猿の群れが10群ほど生息していると言われ、近年家屋への侵入や自家用野菜への被害が深刻化しています。米原市での農作物被害金額を見ると、平成26年では97万8千円の被害金額が、令和2年度では447万3千円と増加傾向にあり、猿への対策ができるなら今すぐにでもしたいと思う方が多いのではないでしょうか。そこで今回は猿からの被害に遭わない対策方法をお伝えしていきます。まずは猿の生態について説明いたします。猿は学習能力が極めて高い動物です。猿は何でも食べますが、生まれ持っての好き嫌いがあるわけではなく、生後親猿と一緒に食べ物がある場所に行き、学習によって食べるものが増えていきます。続いて猿の行動特性についてです。猿の五感は人間に似ていると言われています。日々の行動は目で見て判断し行動する動物ということです。見え方についても人間とよく似ていると思われます。また身体能力は皆さんご存知の通り、木登りやジャンプが得意であるなどずば抜けていて、およそ 1.5 メーターほどなら助走なしで飛び上がることができると言われて、低い柵なら登るまでもなく飛び越えてしまうということです。それでは猿はなぜ作物を食べに来るのでしょうか。答えはとてもシンプルです。そこに食べ物があり簡単に食べられる環境だからです。また猿は高い学習能力を持っていますので、
簡単に食べられないとなると、リスクと栄養価を計りにかけ、簡単に食べられるところに移動し、食べる機会を常に伺っています。そんな猿から大事な作物を守るためにどうすればよいのでしょうか。まずは環境の整備です。環境整備とは、耕作放棄地の藪の刈り払い、放任果樹の伐採、残砂の除去、木こばえのすき込みなどを言います。耕作放棄地の藪は格好の隠れ場になり、耕作地へ来やすい環境となってしまいます。耕作放棄地に限らず、背の高い藪は刈り払いを行っていただきますようお願いします。放任果樹は猿の格好の餌場です。場所も学習し、翌年以降も必要に狙ってきます。ですので、放任果樹は伐採をお願いします。畑の残砂は猿にとっては引き抜く手間すらいらない餌置き場みたいなものとなります。残砂は持ち帰っていただくか、コンポストなどに入れ、食べられないようにしてくださいますようお願いします。水筒の刈り取り後のひこばえは猿の好物で格好の餌場です。お手数ですが、すき込みをお願いします。このようにして、まずは猿から見た餌場としての価値を下げることから始めます。次は追い払いです。追い払いとは、農地や集落に出没し被害をもたらす猿に対し、人がさまざまな手法を用いて農地や集落の外へ追い出すことです。追い払いの方法としましては、棒切れなどで流木を叩きながら大声を上げて追い払うだけでも追い払うことはできます。猿の被害対策には、正しい追い払いが効果的であるというのは学術的にも証明されています。まず出没したら必ず追い払いましょう。隣の畑にいても追い払います。猿が出没してまだ何もしていなくても、そこで追い払いを行うと、まだ食べ物に近づいてもいないのに追い払われることで猿の警戒心は上がります。出没したらみんなで追い払いましょう。猿は目で見て人の特徴などを記憶すると言われています。追い払いを頑張って行う人間は警戒し、追い払いを行わない人間は警戒しないということです。この学習能力を逆手に取り、皆さんで追い払いを行うことで、ここの餌場の人間は誰かで関係なく追い払ってくるので、居心地が悪い、もっと楽な餌場に移動しようという学習をさせるわけです。そして確実に追い払い、山の奥まで時間をかけて追い払いましょう。猿は追い払いを行うと基本的に山の方へ逃げていきます。山の奥へと追い払わず、山裾までの追い払いを繰り返し行っていますと、猿は森に入りさえすれば安全なことを学習し、人が立ち去るまで少し入ったところで待機すれば簡単に餌にありつけることを学習し、被害が拡大する原因となりかねません。ですので、できるだけ山の奥まで時間をかけて、なるべく多くの方で追い払いましょう。以上が追い払いをしていただく上でのポイントとなります。このような追い払いですが、相手は見えない猿です。猿はいつ何時現れるか分かりません。そこで今年度市で導入したのが、猿の群れの位置情報などをスマホなどで確認できる動物位置情報システムです。どういうものかと言いますと、群れのボス猿などに GPS を装着し、猿の群れの動きを見える化することで、
計画的に地域ぐるみで追い払いをすることができるものです。例えば猿の群れが近くに来ていることを把握した場合、地域で追い払い日を決めて猿当番を決めるなど実施すれば、重点的に対策を行うことができますよね。この方法で成功している地域もあるそうです。今年度は特定鳥獣管理計画に基づく加害レベルの高い群れに装着を行います。猿の侵入経路や行動を徹底的に分析し、正確な対処法や情報を集め、地域ぐるみで猿を排除していきましょう。今後、該当地域の皆さんにスマートフォンへのアプリのインストールなどをお知らせしていきますので、ご協力をお願いします。最後に捕獲です。捕獲は主に鉄砲による捕獲と猿檻による捕獲があります。市では鉄砲による捕獲は地域狩猟者団体さんに年間を通じてお願いしていますし、猿檻については市で現在24基を管理運用し捕獲をしています。年間捕獲数は群れの約1割と定められているほか、加害レベルの高い個体については捕獲を行えることとなっています。しかし捕獲によって群れが来なくなることは絶対にありません。そこに食べるものがある限り、必ず他の個体がやってきて被害をもたらします。ですので結局農作物被害を減らすには、先にお話しさせていただきました、まずは環境整備、そして計画的な集団での追い払い、これが大切だということです。猿対策には根気が必要です。人間がどんなに知恵を絞っても畑を荒らします。いたちごっこに思えるかもしれませんが、諦めないことが重要です。猿の侵入経路や行動を徹底的に分析し、正確な対処法や情報を集め、地域ぐるみで猿を排除していきましょう。なお、獣害柵設置をはじめとしたその他の獣害対策につきましても、随時町保全課までご相談ください。